皆さんこんにちは。今回もですね、ストライクトレーニングサッカーのシャッフルモードですね、世界中の選手をランダムに選抜して、たった一度きりのチームを作り、やるたびに完全に新しいチームが出来上がります。アメリカのセンターフォワードダニエル・アウェスですね。今は、PSG ですね、バルサ、ユベントス、PSG とね渡り歩いて36歳のベテランですけど、未だにね、トップフォームを保ってる、ブラジルの右サイドバックですね。はい、非常に、すごいですよね。36歳でここまでね。36歳でしたっけ？はい。まあね、こういう、アービス見るとね、長友もまだまだやっていけるんじゃないかなっていうね、思えるぐらいの、年齢を感じさせないね、本当に上手い人ですね。はい、で、ムニエと、ベルギーの、サイドバック、PSG に所属してますね。身長190センチ超えのね、長身のサイドバックで、ステータスにも反映されている通り、空中戦がね、大きな特徴ですね。もう偽サイドバックの領域に入ってると思いますね。はい、身長高いね、サイドバック。現代サッカーではね、サイドバッククロスで、ファークロスで狙われること多いんでね、だいぶいいと、貴重なね、選手だと思います。どうしようかな。まあ、スイス、はい。ナイジェリアの選手と、コスタリカのセンターバック、コスタリカの、アンカー、ナイジェリアの選手、イタリアのデル・アリですか？あ、違いますね。はい。で、オーストラリアの、ウィングバックと、なるほど。ちょっと苦しいな。コートジボワールのキーパーが入ってます。控え、イングランドの選手、メッシ。なるほどね。で、オーストラリア、これって、まあ違うか。でもなんか、まあメッシが入った分ね、他の選手はあえて落としてるのかと思うぐらいの。まあそんなことないか。どうしよう、メッシ。メッシほとんど引かないですね、これ。うん。はい。で、メッシのポジションですけどね、ストライカー1番で、次ウィング、あとインサイドハーフ、サイドミッドフィルダー、センターフォワードと、ボランチ、あ、まあ全部ね、攻撃的な位置ですね。まあ当然ね。はい。メッシね、スペインでね、学んでるんで、ボールがね、チーム全体で前に行かないとき、ここまで戻ってきちゃうことはありますけど、これね、あまり良くないですね。ここまで下がられたメッシは、脅威にはならないですからね、はい。どうしようかな、これ。まあ、攻撃メッシがやってくれるんで、あとは、まあ、ディフェンス固めした方がいいのかな。難しいですね。うん、難しくしてるのはですね、人数が足り、選手がね、足りてないですね、明らかに。この人外しちゃうか。うん。で、まあ、使えなくはない。水野入んないか。そうですね。いや、あとね、全部真ん中に集めてメッシだけで攻撃できそうなんで、すけど、まあ、どうしようかな。メッシをどこで使うかですね、そのこの前に。この人もいらないですよね、もう。多分いらない方が。いやー、あんまり使いたくないな、あの人。で、これぐらいにしときますか、これで。はい。じゃあ、苦しいな。これ崩しいですね、ここが。これ入れ替えるか。はい、もうね、人数かけてね、それにするか、人数かけて止めに行く形にして、で、まあ、メッシ、ここでボール持ってるかな。ゼロバック。じゃない、ゼロトップですけど。はい、ちょっとね、ゼロトップにしてみてどうなるかですね。さあ、これが機能してくれるかどうか、果たして。はい、でも、この3人ですね。ムニエ、メッシ、アウベスと、全員ね、もう、揃ってるんでね。はい。まあ、3人で攻撃は任せて、あとは全員ね、守備で、貢献してもらうと。相手はアメリカ。まあ、アメリカぐらいがちょうどいいですかね。はい。メッシに落とします。はい。これね、もう戦術メッシで。ただ、アメリカ意外と身体能力そう高いところがあるんでね。はい。メッシのね、はい。一人でドリブルしてシュート1点と。なかなかね、アメリカのディフェンダーだと対応しきれない部分があると思いますね。まあ、そのね、攻守の帰りを狙って、徹底的についていけば、はい、アーベスが、プレッシングに行くと。はい、で、これ真ん中でメッシがフリーですね。はい、ここで、あ、ブラッドリー強い。そうか、さすがに真ん中がちょっと硬いですね。はい、アーベスからメッシに放り込んで、メッシのシュートは、キーパーのナイスセーブと。アメリカキーパーね、悪くないですね。
はい、こっちね、もう前線ね、3人だけですけど、もう3人で全部やってもらうという感じのね、まあほぼメッシが1人でやってくれるってね、そういう、ゲームプランでいきたいと思います。はい、アウベスがプレッシングいきます。いや、はい、ここも厳しく当たって、またね、厳しく当たって、うん、はい、奪えたかな。はい、アウベスから戻してムニエと、はい、メッシが中央で、もういけるか。あ、無理か、危ない。あー、ちょっとごめんすぎた。ダメですね、やっぱりブラッドリーね、非常にアメリカの中でいい選手なんで。お、はい、うまいですね、この人折り返してくれて、シュートリッテンですね、ありがたい。はい、アウベスがプレス。はい、真ん中使って、もうメッシがブラッドリーをかわして、ここね、はい、斜めにカットイン。いやー、強いですね、ちょっと強すぎますね、今のは。はい、もうね、3人がかりでも止められないぐらいのドリブル持ってますね。はい、またメッシがこの位置からでもね、個人技で、わ、さすがに許してくれないか。はい、ちょっとね、中央空いちゃうともうね、どうしようもないですね。真ん中だけはね、とにかく防いで、サイドに逃がして、まあ、シュートね、打たせて取るみたいな、そういうイメージじゃないとメッシは止められないですね。はい。ステータスですけどね、まあ、キックの、あまり良くないということ、まあ、そうか。そうですね。まあ、ロングパスとかはあんまり持ってない、見たことないですからね、そもそも。ただね、シュート非常にうまいですね。非常にね、小さい振りで、体もね、大きくないですけど、本当にね、ものすごく強烈なシュートを放てる印象がありますね。まあ、インサイドよりもインステップのね、シュートが本当に特徴的な選手だと思いますね。で、フットワークが、99と、ワールドクラスですね、これは完全に。身長がね、低い方が、ね、神経系の発達というかね、伝達がよりね、いいんで、ステップはね、細かくなるんですけど、メッシもね、169センチぐらいですよね、多分。はい。交渉170センチですけどね。はい。そこで、彼のフットワークを持ってる。で、コンタクトプレイもね、そこまで弱くないですね。体、意外と強いです。まあ、でも体ぶつけられると、やっぱりね、飛ばされちゃうかな。はい。で、ボールタッチとドリブル、もうほぼね、99、99と。はい。レラパス能力もあると。いう、まあ、だいぶね、特徴的な選手ですね。で、もう一つね、語らなきゃいけないのはディフェンスですね。守備意識39、非常に最低クラスの設定にされてますね。はい、まあ、ほぼね、守備免除されてる、まあ、されるようなサッカーキャリア歩んできてますね。はい。当然ですけど、はい。で、ムニエがいると。まあ、この3人ね、ハマってますね。はい、この、アウベス、メッシ、ムニエのトライデント。これでね、もう、まあ実際のね、これゼロバックに近い形で採用してますけど、現実のね、サッカーでも、このね、3人っていうのは非常に重要ですね。ハズベがいるフランクフルトなんかもね、この前線の3人がね、それぞれ、3人だけで攻撃成立させるぐらいの、孤立した時の、アイソレーションの時の強さを持ってるんで、フォーメーションが成立するっていうね、そういう、はい、現代サッカーでは欠かせないこの3人の活用ですね。はい。ここですね。真ん中に来たときどうするか。ダメですね。これも逃げられちゃってんな。はい。まあ、ちょっとね、プレッシングのかかり方がやっぱり、まあ、こっちね、他の選手が揃ってないんで、アーベス使いますか、ちょっと。縦いけんのかな。はい、行きましたね。いや、これはもう、はい。ちょっと、今ね、一回タッチが多かったですね。アーベスあまりカットインシューターではないですね。サイドバックの、まあ、でもそうか、最近はウィングもやってんのか。はい、これ取りたい。で、ちょっとメッシに出してみますか。ダメですね。はい。いや。うん。はい、ここで、プレッシング行って、かわされると。いやー、これね、かわされるとちょっと厳しいですね。いや、1点か。はい、シュートまで行かれちゃいましたね。やっぱりね、こっちメンバーが揃ってないと。はい、今ほぼ1点の形ですけど。はい、ムニエ。ああ。はい、で、これ、ここですね。はい、来た。今の。非常にうまいパス。で、これも
はい、突っかけるドリブルで、うわー、ブラッドリー来ちゃったよ。ちょっと、はい、アウベス使って、わ、流れてるボール。はい、アウベスがプレッシングいきます。無理に使いますか。あ、ここにスペースある。えい、あ、ダメだ。はい、ここですね、スペース。真ん中に空いてるんで、はい、強烈なシュート。どうしようかな、これは。あ、メッシか。はい、ヘディングはね、ないですね、メッシ、当然。あまり見たことないですね、ヘディングシュート。はい、これ奪って、おー、頼む。戻ってきて、降りてきて、はい。はい。あー、外れちゃいましたね。強烈なシュートですけど。いや。はい、終わっちゃいました。はい、5-0 ということで。まあね、作戦的に、まあほぼね、ゲームプラン通りの展開というか、得点はね、割と伸びたっていう感じですか。はい。まあ、ただね、一回アメリカの、攻撃ね、止められなくて、まあしょうがないですね。こっちプレッシングね、弱かったんで、人数は足りてるけど、プレッシングが、足りないっていう感じでね、シュートまで行かれた局面ありましたね。ただそれを除けばね、全体的には良かったと思いますね。カウンターも比較的にハマってる感じで。こっちね、まあ、メッシ、ダニエル・アーベス、ムニエと、この3人のトライデントに対して、フォーメーションね、オフェンシブミッドフィルダー1人だけつけて、センターミッドフィルダー2人、ディフェンシブミッドフィルダー3人で、センターバック設定と。だいぶね、守備的な感じになりましたね。まあ、想定としてね、フィルター、ディフェンス陣のね、フィルター、ディフェンシブミッドフィルダーラインですね。はい。割とね、センターミッドフィルダーに設定することですけど、今回はね、アンカーラインで止めるイメージでやっていきましたね。プレッシングの基準はね、高めにしてますけど、最終的なフィルターはアンカーラインと。で、なおかつね、最後のスイーパーがセンターバックに一人設定するっていうね。はい、その感じでやっていきましたね。はい。ボールの取りどころも大体その辺に、集中したと思いますね。まあ、前線で3人以外はほぼね、オフェンシブミッドフィルダーもね、攻撃というよりは、メッシに代わって真ん中にプレッシングをかける、ハイプレスをかける役割の、そういうね、想定で入れましたね。はい。よかったですね。それ、ハマってましたね、フォーメーションは。まあ、センターバックも一応ね、絡みがあったという感じで、このね、フォーメーションやるときの、まあ、ポイントというかね、まあ、さっきも言いましたけど、なんとしてもね、この、フォワード3人ですね、この3人で攻撃を成立させるっていう感じでね、そのためには一人一人の個人技が非常にね、必要ですね。特に1対1の強さですね。このウィングでボールもらって前にね、相手のディフェンダーが一人いるときに1対1で勝負できるっていうね、そこが、非常にね、重要なところですね。そこで、勝負できるなら、まあ、フォーメーションは成立するっていう感じですか。これ勝負できないとね、本当に、終わっちゃうんでね。はい。まあ今回3人ともね、申し分なしの感じだったと思います。で、メッシね、ストライカー配置で、センターフォワードいないんで、まあ実質的なゼロトップですけどね、まあ前線いなくても、メッシを引いてもらうか、あるいはね、このウィングに、ボールを渡すっていうね、感じで、そこから攻撃を展開するっていうね、1対1で勝負できる3人が揃ってるんで、それで展開できるということですね。真ん中は必要ないと。はい。ただね、真ん中、メッシがね、引いてもらって、もうね、だいぶ下がってもらってる時多かったですね。アルーバもう、まあ、動きとしてね、下がってもらっていない時はもう消えちゃっててね、ここでボール、ミッドフィールドのボール持ってパス出そうとした時にもう見えてこなくて、パスね出せないっていう場面ありましたけどね。まあ、しょうがないですね。それはもうコンピューターの、動き方なんで。はい。まあそこはちょっと若干の弊害でしたけど、全体的には良かったと思います。特にね、メッシが引いてもらった時に、真ん中ね、バイタルの手前でもらっても、そこからドリブルがね、展開できるっていうのがメッシの非常に大きな強みですね。はい。でね、まあ、サイドボール、ムニエ、アウベス、ボールもらったときに、まあ、クロスね、もう真ん中いないですからね、メッシもヘディングできないですから、クロス上げられないんですけど、うん、まあ、そこもね、もう3回目ですけど、1対1で勝負できて、シュートまで1人でいけるっていうね。はい。クロスは必要ないですね。クロスは、だいぶね、効率の悪い攻め方ですからね。はい。というわけで、まあ、5対0という感じで、フォーメーション的なハマり、
良かったと思います。このゲーム、シャッフルね、メッシとか引くことほとんどないですね。クリロナの方がまだあるぐらいでね、ほとんど見ないですからね。たまに引くとこういうね、新しいことができて、非常に面白いと思いますね。ちょっと今までとは違った感じの、あれになったかもしれませんね。はい。クリロナ引くとね、どうしても、まあ、クリロナはロングシュートあるんで、まあ、そこメインにして、あとにパスが苦手っていうのがね、完全にエゴイストタイプの、世界最高峰の選手、クリスティアーノ・ロナウドなんで、パスが出せないんでね、一人で決まること多いですけど、メッシはね、周りとの絡み、特にね、ダニエル・アウベスとのコンビネーションも何回もね、見てるんでね、この組み合わせが非常にね、ハマって、周りも活かせるタイプの、バロンドーラーということでね、はい。なんか、意外と化学反応を起こして面白いですね。はい。というわけで、今回はアメリカ代表相手に5対0でした。また次回ね、シャッフルやっていきたいと思います。今回はこれで失礼します。